広重、名所江戸百景より、ママの紅葉種粉のシャツギ橋テコナ霊人道は、千葉県市川市ママに所在する、伝説上の女性テコナを祀る、霊道である。テコナ霊道とも称される。今から1300年ほど前、ママの胃に水を汲みに行く数との女性がいた。名前はテコナ。身なりは、粗末だったが、とても美しいと評された。多くの男性から結婚を求められたが、 私の心はいくつでも分けることはできます。でも、私の体は一つしかありません。もし、私が誰かのお嫁さんになれば、他の人を不幸にしてしまいます。と悩み、海に行く。その頃、日没になろうとしていた。そうだ、あの太陽のように。と思って、海に見投げしてしまった。これを悲しんだ人たちは、テコナレ人道を立てて祀った。 イニシエにありけむ人のしつはたのおびときこえてふしあがて、つまどいしけむ、かつしかのし愛いのてじめえが、おくつじょうこことはきけど、まこのはや、しげくあるらむまつが、ねえや、とおくひさししきことのみも、なのみもわれはわすれらいなくに、やまべあかひとかつしかのままのいみれば立ちたいらし、みずくましけむてこなしをもえほふたかはしむしまろ、わけかつしかのままのいをみれば、みずおくむてこなを思い出す。ありがとうございます。